何の用？ミュラさんが夕食を持ってきてくれたぞ。見たところ、お前一人のようだけど。いや、そこでいきなり押し付けられてたな。なあ、少し休憩しないか？腹減ってるだろ。空腹を覚える間もないわ。そんなこと言わずに、スープが冷めちまうぞ。構わないわ。そこに置いておきなさい。なあ、昼間のこと、悪かったよ。お前が入ってるだなんて思わなかったんだ。そんな言い訳、通用しないわ。だ、でしょ。え？見たでしょ？世の裸を。どうしてくれるのよ。ねえ、どうしてって、そりゃお前が許してくれるまで誠心誠意謝るしか。謝ってどうこうなる問題じゃないわ。そんな、どうしたらいいんだよ。パスカル曰く、人間は考える足なのよ。そんなこと自分で考えなさい。わかった。じゃあ、お前とこれから一緒に飯を食べる。は？なんですって？飯は一人より二人で食った方がうまいんだ。ちょっと待ってろ。ちゃんと待ってたか？待ってたも何も、仕事をしていたわよ。そうか。じゃあ、今から食べるぞ。ちょっと待ちなさい。いただきます。それは一体何？ああ、俺が元いたところの慣習だよ。食べる前、食べ物に感謝すんの。感謝するのは神にでしょ？何を言っているのよ。だってそんな熱心な教徒というわけではないしね。今夜だけはお前のやり方に合わせてあげるわ。いただきます。で、いいのかしら？ノー。
温かいものを食べたのなんて何ヶ月ぶりかしら。月単位かよ。不節制も大概にしろよ。それに関しては反論はしないわ。それにこうして誰かと食べるのも久しぶりよ。仕事を抜きにすればこっちは年単位かもしれないわ。それはそれは。でも一人で冷めた飯食べるよりいいだろう。まあ悪くはないわ。それよりお前も喋ってばかりいないで食べなさい。ああそうだな。何の味もしないぞ。何言ってるの。こんなものでしょ。せめて塩振りたいな。小一の郷土料理は随分味が濃いのね。いや、これが味なさすぎだろう。ん？こりゃうまいな。確かに近所のパン屋とは比べ物にならない。お前の国ジパングにもパンがあるの。のうあったぞ。俺のおすすめはメロンパンだ。メロン？メロンが入ってるの？いや、俺、帰れるよな。お前、帰るつもりなの？いや、そりゃ、帰りたいよ。そう。ま、その前に余命者として、世の、引いてはフランスの役に立ってもらうけど。いや、だから俺、その余命者じゃないと思うんだけど。何言ってるの？こんな怪しいなりのやつが。ただの人であるはずがないわ。怪しいって、そりゃないだろう。お前、何目を白黒させているの？いや、別に。
ごちそうさま。これもお前の故郷の慣習？そうだよ。わかったわ。ごちそうさま。さーて、食器を片付けてくるかな。その後はお前が言ってた雑用とやらを引き受けてやるよ。分かってるじゃない。いい心がけね。なら食堂へ行くついでにミラのところに行って、決裁済みの書類を渡してほしいの。あとこれは別のところね。渡す先は書類の一番上に書いてあるから、わかるでしょ？いや、俺、フランス語なんて読めないぞ。あれ、わかる、な。お前、何言ってるの？今もフランス語を話してるじゃない。え？とりあえず雑用に支障はないよ。行ってくる。ええ、帰ってきたら別の仕事を頼むわ。今夜は寝かさないわよ。うん、二ヶ月だよな。はぁ、まさか、こんなにいることになるとは。ただいま。遅いのよ。だってしょうがないだろ。ピエール爺さんがわしの話に付き合っていけって。ピエールは本当に話し好きね。まあいいわ。それより夕食が冷めるわよ。
いてるんじゃない？ほら、早く食べるわよ。はいはい。いただきます。今日もなかなか美味しいわ。パテ好きなのよね。そういえばジャガイモのスープも好物じゃなかったか。今日はナポレオンの好きなものばっかりだな。たまには料理長も気が利くじゃない。お前が来てもう2ヶ月も経つのね。ああ、早いもんだな。あの夜以来大した暴動が起きてないのが幸いだよ。そうじゃないわよ。お前帰りたがってたじゃない。まさかナポレオンに心配されるとは。わかってるよ。ごめんごめん。お前はそうやってすぐ突き上がる。これはしっかりした教育的指導が必要ね。そういえばさ、お前って他国に遠征とか行かないんだな。自分は戦争に行かないのか？いや、別に行ってほしいわけじゃないけどさ。お前、バカなの？世がここを離れたら、誰がパリを守るわけ？え？パリを、守る？イギリス艦隊。
多少知識はあるようね。そう、世はパリを守護しなければならないの。あの宿敵。噂をすれば来たわね。一体何が来たんだ？何が起こってる？お前は安全なところにいなさい。行ってくる。おい！けど、やっぱり一人にしておけねえよ。ナポレオンはどこだ？ナポレオン！と？久しぶりだね、ナポレオンのお姉ちゃん。寂しかったよ。会いたかった。世は寂しくもなかったし、会いたくもなかったわ。相変わらず釣れないな。ホレイショネルさん、我がフランスを陥れようとする容赦ね。今夜こそ容赦しないわ。ネルソンだって？
ないの？お前どうしてここに？悪い。けど。戻りなさい！今すぐ！でも！こいつはお前みたいなお荷物を抱えて、勝てる相手じゃない。早々に立ち去りなさい。どうしたの？早く！ねえ、もういい？お兄ちゃんにお姉ちゃん。私、一生懸命、イギリスから飛んできたんだよ。だから、一緒に遊ぼう。翔一、安全は保証できない。早く戻りなさい。ナポレオン！ネルソン！ナポレオン、足元だ！私の海域はこんなこともできるんだよ。すごいでしょ。今助けるからな。
なかなかやるね。お姫様を守る王子様みたい。私もそんな素敵なお兄ちゃんが欲しいな。ほざけ、化け物め。ねえお姉ちゃん、そのお兄ちゃんを私にくれたら今日は見逃してあげてもいいよ。え、俺？は？何ですって？そんなこと許すわけないでしょ。あれ？くれないの？もしかしてお姉ちゃんの恋人ってやつ？よ迷い事も。ただ正一はそんな、今世が保護しているものであって、それはつまりフランス国民も当然なのよ。じゃあ別にいいじゃん。よくない。ケチ。ま、いいもんね。力ずくでもらっちゃうもん。来て、あたしのフリゲート。軍艦。ナポレオン！ああ、俺、もしかして、死んじまったのか。そんなわけないでしょ、愚か者。世のグランドアルマよ。実際の
獣とは違って世のグランドアルマの銃弾はお前の元まで届くわ、ネルソン。お前が動いた瞬間、銃弾の雨が空に向かって降り注ぐ。別に怖くないもんね。けどここで戦いを続けるとそこのお兄ちゃんが死んじゃうかもな。翔一は世が守るわ。お前などに指一本触れさせるものか。どうかな。ま、いいや。私、そのお兄ちゃん本気で欲しくなっちゃった。だってとっさにお姉ちゃんをかばったの、なかなかかっこよかったもん。そういえばお前、どさくさに紛れて私世に抱きついたわね。いやいや、だってしょうがないだろ。あの時は俺だって必死で。問答無用よ。ちょっと、私を無視してイチャイチャしないでよ。ちょうちょですって、お前はどこをどう見てるのよ。とにかく私、お兄ちゃんが欲しい。それなら、パリを通なくてもいいよ。ここを陛下にしてあげてもいいわ。むちゃくちゃ言うんじゃないわよ。そんなことでイギリス国王が手を引くはずないでしょ。はあ、私なんか信じてくれないんだ。じゃあいいよ、今夜のところ聞いてあげる。でも次までにはちゃんとお兄ちゃんにちょうだいね。だから翔一はやらないって言ってるでしょ。その時は、今度こそパリを海の底に沈めてあげるよ、お姉ちゃん。ナポレオン！それ、怪我か？いつの間に。タコ足に絡まれた時にやられたわ。足の先端が尖った刃物のように変化するのは、あの女の上等手段よ。いや、冷静に言ってる場合かよ。急いで戻ろう。これぐらい平気よ。何するのよ、下ろしなさい。こら、傷が開く、暴れるな。いいからこのまま行くぞ。待ちなさい。こんな、姫様抱っこなんて誰かに見られたの。恥ずかしいだろうが我慢してくれ。
すぐに医術師を連れてまいります。痛むか？もう少しの我慢だぞ。大丈夫よ、これぐらい。アンナ。はい、こんばんはです。なあ、そう、ならよろしくお願いするわ、アンナ。はい、任されました。アンナは、その、回復魔法を使えるのか。そんなやつめ、いつも通り腹立たしいわ。ネルソンってイギリス海軍の提督だよな。それがなんでいきなりパリの街中に現れるんだ。ホレイショ・ネルソンはイギリス屈指の余命者よ。ミラさん、戦線が一段落して休んでいればパリ襲撃の知らせがやってくるんだもの。息つく暇もないわ。別にいつものことだわ。飛んで帰ってくることないじゃない。バカ、我らが未来の皇帝に何かあったらどうするのよ。痛い。何するのよ。無茶した罰よ。ネルソンはその能力、アポカリプスで海域を操る。その能力で海を越え、陸を越え、直接パリを襲撃することができるのよ。なんだって？ナポレオンとネルソンの戦いは、それこそ何十回と繰り返されてきた。その度に我々はパリを脅かされているのよ。そうか。何よみんな、辛気臭い顔をして。この話はおしまいよ。要は、今度もパリを守り抜いたのだから。おいおい、まだ起き上がるなよ。傷が癒えたばかりなんだぞ。そうです、ナポレオン。アンナの魔法は傷を塞いだだけ。失われた血は、まだ十分に戻っていません。揃いも揃って心配性ね。
にはもう全然平気だわ。ま、待てって、どこ行くんだよ。執務室に決まってるじゃない。あの女、ネルソンのせいで仕事に支障が出たわ。今夜は久々の徹夜ね。バカ、仕事なんて。うるさいわね。平気だと言ってるでしょ。で、どうしてお前まで来るわけ？俺はその、お前の雑用係だし。お前が徹夜するなら、俺も徹夜だし、な。今までそんなことなかったじゃない。いいからお前はもう寝なさい。いや、だって。お前こそ今日は寝ろ。なんでお前に命令されなきゃならないわけ？というか、手をどけなさい。不敬よ。何なのよ。どうして世の邪魔をするわけ？心配だからに決まってるだろ。え？あんな風に激しく戦って傷まで負って疲労してないわけないだろ。そんなことないわ。私、世は平気よ。強がるなよ。何をムキになって。別にただムキになってるわけじゃない。今お前が無理して倒れたらパリはどうなる。フランスは。それはフランスを思うなら自分を大切にしろ。祖国のためにも、お前自身のためにも。なんて、大層なこと言ってみたものの、本当は俺が心配なだけかもしれんけどな。わかったわ。そこまで言うなら、今日だけはお前の言う通りにしてあげる。おう。そうしてくれ。その代わりと言ってはなんだけど、一つ聞かせなさい。なんだ？お前、ヨとネルソン、どちらがいいの？え？お兄ちゃんのこと気に入っちゃった。敵を好きになれるわけないだろう。そうなの？お前は、フランスでもイギリスでも、どっちでもいいんじゃないの？なんだよ、
俺もフランス国民じゃなかったのか。それは世がそう思ってるだけでしょ。俺、お前にはすっげー感謝してるんだぜ。どこの馬の骨とも知れない奴をかくまってくれてさ。翔一、お前。心配しなくても、あんな小さい子に惚れるほど、ロリコンじゃねえから。ロリコン？なあ、こっちの話。ほら、それより早く休もうぜ。寝室まで送ってやるから。送ってくれるのはお前が私のこと心配だから。それ以外に何があるんだよ。なんでもないわ。いい心がけね。褒めてやらないこともないわ。まったく、ワーカホリックだな。何よ、ワーカホリックって。仕事人間ってことだよ。当たり前のこと言うんじゃないわよ。悪い、空気が悪いかなって思って。書類仕事がない時にしなさいよね。そんな時ないだろう。つべこべ言うな。まったくもう。と言われても。そもそもお前が悪いのだから、お前が片付けなさい。余が手伝う義理などないわ。分かったよ。誰かしら。あら、これは一体どうしたの？散らかっているのです。どこかの誰かさんが窓を開けてしまったのよ。強風で書類がバラバラになってしまったわけ。またこの雑用係の分際で世の仕事を増やすのだから。
だから悪かったってば。相変わらず仲良しなのね。どこが。そんなあなたたちに朗報よ。なんとここにオペラ座のチケットがあるの。オペラ座ですって。名目は？ハイドンのオラトリオ、天地創造よ。開演は1週間後の夜7時よ。私には一緒に行く人などいないから、あなたたちにプレゼントするわ。なんでそこで翔一が出てくるのよ。あら、別に翔一くんとなんて言ってないわよ。あらあら、あんなだってありえるわよね。ひどいのですナポレオン。アンナが行きたいなら行ってきてもいいんだぞ。翔一はバカなのです。何よお前、よとオペラ座に行きたくないの？そんなことは言ってないだろ。ただアンナがそういうの好きって言うなら。そこまでなのです、翔一。いて。とにかく二人で行ってきなさいな。このところ大変だったから気晴らしにもなるでしょう。じゃあ、ありがたく俺たちで行ってくるか。まあお前がそう言うなら言ってやらないこともないわ。ただし途中で寝たりして世に恥をかかせないことね。それはその保証はできないかな。せめて努力するといいなさい。